駅舎ホーム学南江の駅は、静岡県富士市江のにある、学南電車学南線の駅である。道路線の終着駅である。駅番号は、GD10。東端式ホーム一面二線を有する地上駅。無人駅である。校内にトイレが設置されている。駅舎はあるが、有人駅時代に使用されていた窓口は、すべて板で封鎖されており、券売機などの設備もない。 手動式の出発案内表示器も残っているが、無人加工は全く使われていない。当駅には常時車両が留置されている。夜間大白あり。かつては当駅でも貨物取り扱いがあり、駅北西部の三島加工への専用線や側線と貨物ホームがあったが、現在は撤去され構内踏切に痕跡があるだけになっている。また、沼津駅まで路線を延長する計画があり、 終着駅にもかかわらず、沼津方面にしばらく線路が伸びていた。一時期はこの線路を木回し線として使用していたが、1984年の貨物輸送廃止後に使用されなくなり、2009年、現在木回し線は寸断されて行き止まり線にされ、構内の一部は宅地として転用された。開業後は長らくホームに駅名標が付けられていなかったが、 2016年3月27日に開催されたアートステーション院学区で1日限定でミュージアムになったほかホームに駅名標が取り付けられて除幕式が開催された番線表示はない静岡県東計年間によれば1日平均の乗降人員は以下の通りである当駅のすぐ近くを JR 東海道新幹線が通過している当駅のそばは 住宅地、工場、農地などである。駅前商店街などは、全くない。東駅北側200メートルほどのところを通る、静岡県道22号三島富士線沿いには、富士急静岡バスの絵納停留所がある。東駅付近の踏切の軽音機は、学南富士岡駅と同じく伝令式となっている。ありがとうございます。